最後にまとめです。これまで在日コリアンを中心としてきた民族子ども会は多様な時代を迎えています。ですが新都日の子どもたちへの取り組みがこれまでの取り組みを基盤としたものでなければ、在日コリアン一世の子どもたちと同じ苦しみを味わわせてしまうことになってしまいます。そうならないためにはこれまでの取り組みに学び検証し継承していくことが必要不可欠であると思います。市内の在日コリアン生徒の自死という現実から学んだものは何だったのかをもう一度原点に立ち返り紡ぎ直していくことが必要です。若い先生たちが増えている中で多文化共生社会の実現に向けて西宮市外教とこっきりの会、学習生活支援教室等のつながりを在日外国人教育のモデルとして継承していかなければならないと考えています。民族子ども会や学習生活支援教室に参加している先生のいる学校では子どもの生活背景にまで食い込んだ取り組みが行われ、アイデンティティを育むなどの成果が現れてきています。しかしそれ以外の学校では逆に課題が見えにくくなっている傾向があり、在日外国人の置かれている現状を何らかの形で伝え広めていかなければならない状況になっています。また教員の世代交代のスピードが速く、これまでの教育が継承しきれていない現実があります。これまでも完全に根付いたとは言えない状況がある中で、いかに丁寧に継承していくかが大きな課題となっています。西宮市では若い先生を対象としてこれまでの教育委員会作成の報告集の内容を詳細に検討し、現在の課題に即した内容に変える報告集改訂版を発行しました。在日外国人教育の入り口から丁寧に解説し、若い教職員だけでなく誰もが理解しやすいものになっています。新都日の外国人の子どもへの具体的な指導や入管法改定に即した保護者啓発の方策などより具体化した内容となっています。継承のためのさまざまな取り組みが進められていますが、最終的には各学校園での取り組みにどう生かされていくかが最も重要です。かつて中学校で親と仲間に支えられ本名を名乗った生徒が親となり、今もこれらの取り組みの一翼を担ってくれています。そんな保護者の思いに寄り添いながら歩みを進めなければなりません。目の前にいる外国につながる子どもたちをどう育んでいくのか、具体的な方策が仕組まれていくよう西宮市外教はこれからもさまざまな提案を続けていきます。